はい、どうぞ。はーい、はーい、皆さんこんにちは。こんにちは。火曜日4時半回ってしまいました。あっという間に回ってましたね。はい、笑顔咲くハピママチャンネル始まります。この番組は八重洲を拠点に活動していますママたちを笑顔でハッピーにするハッピーママコミュニティのメンバーでお届けしています。そして今日は私ゆかりんこと村松ゆかりが担当させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日は同じメンバーのともみんとみぽりんがどうしても来れないっていうことで予定が入ってしまって、ちょっと私一人でね担当することになっちゃって、そうめっちゃドキドキしてるんですけど、皆さんサポートよろしくお願いします。お願いします。それではですね、本日のゲストをご紹介したいと思います。フリーアナウンサーをされています増田美由紀さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まず美由紀さんとのね出会いなんですけど、はい、私ねちょっと考えたんですよ、去年かな、うん、今年かなと思ってちょっと手帳を見返して、うん、ちょっとパラパラめくったら、うん、まだね今年のね3月7日だった。3月7日？うん、そうなんだ。が出会いの日だった、みゆきさんと。あー、でもそうだよね。ね、そう、みゆきさんの日本平でお茶会をやったんだよね、みゆきさんが。そう、私がペルーにちょっと旅行に行ったんですけど、ね、うんうん、それのシェア会をするっていうことで開催した時に来てくれたんですね、うん、そう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 、うん、マチュピチュいつか行きたいなって思ってて、うんうんうん、そう、それでちょうどねともみんがそういうお話し会があるよって教えてくれて、うん、はい、行きたいって言ってそう参加させてもらったのが、うん、みゆきさんとの出会いのきっかけ、うん、そうか、だからそれからう、うん、こう要所要所で会ってきて、行くとこ行くとこで、ね、みゆきさんに会って、私ね八重洲で私藤枝なんですけどいるのになぜか愛知とかね、そうそうそう東京とかね静岡以外のところで会うっていうね。また会ったねみたいなね、そんな感じでね、うん、そうなんかそういう出会いでみゆきさんとは不思議なご縁でね、はい、そうですね、今もね前回ゲストで出てくれた宗志郎さんっていう方のね、うん、チーム88っていうメンバーの一員でね、これからもまた活動してね、うん、そうですね、うん、一緒にこう学んだりいろんなことを体験したり実践したりっていう、うん、そうそうそう、ね、仲間です ね、うん、はい、そう、そんな感じでみゆきさんとの出会いはまだ今年だったっていうね、うん、そうそう、でみゆきさんからね簡単に自己紹介をしていただけたらなって思うんですけど、はい、今日これマイクしてないね、マイクしてマイクする今すごいね今日段取りがね、どうすればいいのかなこれ、はい、大丈夫ですか、うん、はい、じゃあマイクつけながら話をしますと、ね、お願いします。私は一応フリーアナウンサーということで、今FM 島田のコミュニティ FM のラジオ局で朝の水曜日7時から始まる、まんまるモーニングっていう番組、水曜日だね、木曜日担当させて曜日間違えちゃった木曜日ね、木曜日です、朝なんだ、はい、朝です、朝、はい、担当させてもらってます。であとはいろんなイベントの司会とか、うんうん、広いの司会の仕事をいろんなところでやってるという感じですね、はい、で最近はですねそのゆかりんとかあとともみんとみぽりんとこういろいろ会うところっていうのはどういうところかっていうと、うん、やっぱり心のこととかね、そうだね、うん、あとはいろんな宇宙の法則みたいな、うん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 、そういうこういわゆるスピリチュアル的な話をこう学ぶ場で会うっていうのが ね、うん、そうだね、定石なので、まあ、そういう勉強をちょっとしているので、これからちょっとそういう方面でこういろんな発信できたらなっていうふうに思ってます、うん、そうね、心の勉強ね、うんうん、楽しいよね、これでいいのかな、なかなかつかない、大丈夫ですか、いいかな、はい、うん、入ってますか、はい、分かった、ね、そんな感じのね、はい、活動をみゆきさんされてるっていうことで、はい、うん、私から今日はねちょっと質問をいくつか、はい、考えてきたんですけど、はい、ドキドキする、いいですか、みゆきさんね、はい、こういうフリーアナウンサーとか、うん、このパーソナリティやってこのねお仕事をね始めたきっかけって何かあったのかなと思って、うん、はい、うん、まあ
あの小学生の頃からアナウンサーにはなりたかったんですよ、うん、そうなんだ小学生からだから小学校の卒業文集にはアナウンサーになりたいっていう風に書いてあって、うん、すごい叶ってる。そう一応ね、うん、そうなんだけどやっぱりあのまあ普通のアナウンサーって言ったらテレビ局のアナウンサー目指すじゃないですか、うん、みんな、うんうんうん、でそういうテレビ局のアナウンサーになるにはやっぱりこういい大学入ってでダブルスクールでアナウンス学校行ってみたいな、うん、そういう定石があったんだけど、うん、ことごとくそういうのも通らずにそうなのそうそうそうなれるんだ。なれちゃう、まあね、局アナには、ね、なれなかったけど、うんまあ、一応そういう何かなニュースを読んだりとかそういうのはねラジオでやっているから、うん、だからまあアナウンサーっていう風にはなったかなっていう感じですね。喋、うん、りが滑らかありがとう。すごい。で、まあ、だからちゃんと就職をして、うん、でも就職したところで、あでもちょっと私ずっとこの場所にはいないみたいな、そう私の場所ではないみたいな感じちゃったんだね。そう感じちゃって、でその時にこう働きながらこう司会の勉強をしたんですね。そうなんだ。そうそうそう。お仕事しながら。そう仕事をしながら、うん、何か勉強しに通ったとかっていう司会の、うん、そうちょっと事務所に行ったりとか、うん、あとはそういう司会の仕事をしてる人にお世話になって、うん、その人とこう行動を共にするというか、あでその姿を見せてもらうっていう感じで、そういう感じでちょっと勉強をして、うん、で、まあ、辞めるにあたってやっぱりお金とかねすごく気になるからね、そういうのはちゃんとこう貯めるっていう風に決めて、こう貯めつつ仕事をして、で8年半ぐらい経ってから辞めたんだよね。そうなんだ。でその時にたまたまあのこの事務所はどうですかって言ってこう紹介をしてもらって、でそこの事務所に入って、でそこから仕事をいただいてっていう感じで、まあ、主にあの披露宴の司会の仕事を、うん、すごい。そうそう、あれもらい泣きとかってしちゃわないんですか。あ披露宴しますよしますよねえ、うん、だからこうもらい泣きしそうなのをいかにこう泣かないようにするかみたいな、こ、うんうん、らえてそうそうそう冷静にね、そう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 司会をするってね。そうそうそう、あれすごいなと思って毎回結婚式出るために司会する方、ゆかり涙もろいからね、私もすぐ泣いちゃうからそうなるとちょっと広いの司会はそうね司会にならないね、うんまあ、でもそれは別の意味でいい味になるかもしれないけどね、ほんと、うん、そうそうそう、まあ、そんな感じで広いの司会とかをするようになって、でそういうきっかけだね。そうそうそう。であとラジオの方はまたあの友達がラジオ局の立ち上げの時にスタッフになっていて、でその友達からやってみないって声をかけてもらって、それでじゃあちょっとやってみたいって言ってこう面接を受けに行ったとかね、そういう経緯があります。そうなんだ。何かとねこう人にこう声をかけてもらって、ね、ご縁で、そうそうそう、ご縁でそれでこう始めたっていうのがねものすごく大きいなと。すごい。そうだからあれですよ、人とのご縁、うん、人とのご縁でまあ夢が叶ったっていう感じですね、うんうんうん、そうそうそう、そうなんだ、うん、なんかこういう何アナウンサーとかこのパーソナリティ、うん、イベントにしても披露宴にしても、うん、やっぱ全部人前で喋るお仕事、うんうんうん、じゃんね。これってなんか心がけてることってなんかあるんですか。心がけていることは、うん、聞きやすいように話すっていう。あ確かに、まあ、基本だけどなんか基本だけどね、基本だけどね、そうそうそう、意識しておきたいところ、ね、そうで、あとは誰に向かって話をするのかとか、あとはちゃんと自分がこの意味を分かって話しているのかとか、ちゃんと気持ちこもってるのかとかね。あそうそうそう、なんかこう慣れてくると、ただこう口が喋ってて心がこもってないとかね、どこへ。そうそうそう。でも皆さんもありますね。例えばさ、あのレジのね、うんうん、アルバイトとかしてても、うん、いらっしゃいませみたいな流れ作業のようなね。そう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 。そういうのってこうずっとこうルーティンでやってると、うんうん、どうしてもこうそれがこう当たり前になってきて、うんうんうん、気持ちがこもらないとか出てきちゃうから。そっかそっか、その都度大切に、そうそうそう、うんうん、大切に大切に、そこを忘れずに、ね、そう、そこを忘れずに、うんうん、そういうことをじゃあ心がけてね、うん、普段やってるってことなんですね。すごいな、人前で喋れるっていうのがね、
私なんかこうなんか私もご縁で、うん、なんかここでパーソナリティさせてもらってるけど、うん、人前で喋るのがとっても苦手で、そうできれば見ないでっていうそういうね感じだ。なんでここにいるんだろうってちょっとね不思議だなって思いながら、ね、でも楽しいからね、うん、そうちょっと今日もね、いやでも今の話はこここれ見てくれてる人は絶対嘘だと思うだってものすごくすごくあの軽やかに話してるからね、うん、思ってるのは自分だけっていう感じかもよ。そうなのかな、うん、ここまたちょっと一歩踏み出せてこう殻を破れれば、うん、自分の意識次第っていうところもやっぱあるのかな、うん、こういうのってね。そうでもねやっぱり全部意識って言ってもいいぐらいだと、まあ、私は思うだよね、うん、そこ勉強してるもんね。そうそうそう意識って大事だなって思うよね。意識ですね。そっかそっか、ちょっとずつ自分の意識をまた立て直して立て直してドキドキしちゃうもう本当ドキドキしちゃう、うん、さあでね今日来れなかったともみんからね、うん、ちょっと質問を一つ、はい、うん、なんだろう、あのねみゆきさんは全国各地ね、はい、いろいろ旅するじゃんね、うん、そうでね、とっても自由な、ね、生き方をしているように見えるんだけど、その秘訣があったら教えてもらってもいいですかって、これはともみんから、はい、うん、秘訣と言われるとなんか自由な生き方をですけど、おそらく、うん、自由にこう行けないって思ってる人たちで何がこうブレーキになってるのかなっていうと、例えば子どものことだったり、うんうん、あとはお金のことだったり、うん、家族だったりっていうところだと思うんですよね、うんうん、私は子どもがいないので、まあ、子どものことはね、うん、考えなくていいので、まあ、その点はいいのかなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、お金についてはさっき話した通り私めちゃめちゃ貯めたのでそうなんだ、そうそうそう、だから今はめっちゃお金があるのでそれで旅をしているんだけど、もうそろそろなくなるんだけどね今ねでもガネーシャさんにお願いしたから、そうきっとね、そう多分ね大丈夫だと思うんだけどそうで、あとはあともう一つはなんだっけ、うんうん、家族ね、まあ、うんうん、もう私が言ったことはみんなうんって言ってくれるみたいな、あそれも意識ねそう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 、うんうんうん、それがあるので、うん、それがあるのでなんかこう悪いなとか思わずにもう行きますって言ってもうお伺いも立てないお伺いも立てない、この日からこの日ちょっと行ってくるからみたいなねえねえみゆきさん、うん、ちょっと、はい、青木さんから、はい、出てますけど今カンペを読みますと、次の番組のアスカちゃんがお休みになってしまったので、うん、増田さん番組やってくださいどういうことですか、アナウンサーのみゆきさん、はい、次の番組ってどんな番組なの、全然知らないんですけど、いいですよね、いいんですか、アスカちゃんが適当に歌ってる番組、今日アスカちゃんは何、旦那さんがねお休みになったもんで、デートになっちゃったからお休みめちゃめちゃいいですね自由だねアスカちゃん、うんうんうん、じゃあ久さんよろしくお願いします、はい、ゲストは青木さん、ゲストいいですよ、電話かけてくれても、電話ここに来る人で、今から誰か来てくれる、さん来るし、あ出てくれた、あ僕でもいいしすごいね、急遽しかも番組中にっていうね本当だよねびっくりだよね何が起こるかわからないねいいんですかこれでちょっとかなりびっくりいいんですかこれでいいんだよね、いいな、ゆるくね、この辺のゆるさ加減がいいですね、ゆるいの八重洲テレビはうん、めちゃめちゃいい、じゃあみゆきさん告知をね、はい、そうちょっとみゆきさんの愛される話し方講座、はいそうなんです、うん、今ここに書いてくれてるんですけど、12月21日の土曜日の13時半から時代屋カフェでね、はい、やっていただけることになったんですけど、はい、これは
どんな思いでこれ、なんか内容をちょっと聞かせてもらった方がいいのかな、うん、はい、一応話し方っていうと、こう、うんうん、How to こうね、例えば、うん、なんだろう、まあよく言うアナウンス学園でやってるような、うん、そういうのかなって思う人もいるかもしれないんだけど、うん、そっちの方ではなくて、うんうんうん、さっき言った意識ですね、うん、そう、意識をどう使って話すかみたいな、そっちの方に重点を置いて、あ、そっちの勉強でね、そうそうそう、うん、それの話し方講座っていう形になります。じゃあ愛される話し方ってどんなだろうって思うじゃないですか、うん、まあ、簡単に言っちゃうと本当の自分の話し方をすれば、もう愛されちゃうっていう、うん、じゃあ本当の自分の話し方って何っていう、うん、そのあたりをね、そうなんだ、私も受けたい、お仕事中だけど受けたいなぜひ受けてほしい、そうだよね、そうなんです。だからね、例えば何秒ここで間を開けるとかね、イントネーションがどうとか、そういうのではなくて、本当にこう意識をちゃんと持ってればその人らしい話し方になるし、ちゃんと伝わるし、しかも愛されちゃうっていう、最高だね。そういうね、話し方をぜひ追求してほしいなっていう感じです。そっかそっか。これって何、どういうきっかけがあってこうやろうかなってひらめいたんですか、この講座って。一番最初にもねちょこっと言ったんですけど、やっぱりこう意識のこととか、心とか、あとは宇宙の法則とか、そういうのを学んでいくにあたって、こう話し方の方に通じる部分ってものすごくあるんですよ。伝わらないとね、そうそうそう、思ってることってね、そうそうそう、伝わらないし、でやっぱり話すことで大切なことっていうのは、こう普遍的なもので、こう話すことだけに関わらず生き方にこう直結するというか、で本当はそっちの生き方の方をこういろいろお話ししていきたかったんだけど、たまたま私こうね、話し方をいろいろやってきたので、話し方を入り口にして、それで伝えていけたらまたいいかなと。そうかそうか、そうそう、そういう感じですね。で、さっきね、宗志郎さんのこう動画があってね、それをこうちょっと見ていた時にこれ古来の日本って、道、道、例えば武道とか、華道とか茶道とか、そういうこう道っていうのをやってきたじゃないですか、でそれはどういうことかっていうと、こう生活の中に道がある、で毎日花を生けるし、毎日お茶を入れるし、毎日こう武道で鍛錬をするっていう、そういう文化だったじゃない。だから生活の中にそれがこう取り入れていく、その、生活にあるものを使って、道を作って、こう生き方をこうレクチャーしたというか、そういう感じなんだけど、今の生活だとお花そんなに毎日行けないし、普段の生活してると ね、お茶もこう立ててまで入れないし、急須でね、そうそうそう、簡単にねってなっちゃうでしょ。そう、あとはペットボトルとかもあるし、でそっちの方楽な方になっちゃったりとか、あとはもうもちろん武道なんてね、必要ないから やったことないかな。そうそうそうじゃあ今の世の中でそういう道をって言ったらなんだろう。宗志郎さんは心って言ってたんだけど、じゃあ私は話し方にしようかなっていう、そこですね、得意分野のね。そうそうそう、で話し方ってやっぱり毎日話すじゃないですか、みんな、何かしらこうコミュニケーションを取るときに話すのがやっぱり自分の気持ちを分かってもらいたいとか、そういうね、気持ちがあって、それでこう毎日毎日やることだから、これは道になるなっていう、それをね、さっき思いました。そこをね、習得してしまえばね。そうそうそう、だからその武道と同じですね武道感覚で、武道感覚ででもちょっと軽いけどねそうだね、そう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 、軽い気持ちでぜひ、そっかそっか、はい、来てもらえたらなって思います。どんな方があれかね、どんな方が来てほしいと、最近はもう YouTube とか、いろんなこう発信ツールがね、たくさんあって、個人レベルで発信できる時代になったから、こう発信したい人たくさんいると思うんですよね。であとは自分の講座をこう持っていろんな人の前で話をしたいとか、会社とかでちょっと人前で話すことがあるとか、もちろん仕事でね使うからとか、そういうことで人前で話すようなことがある人
まあ、そういう人やっていきたいなっていう人とかね、これからね、そういう人にも来てもらいたいし、あとはちょっとこう話すのが苦手とか思っている人も来てもらえたら嬉しいなと思います、またちょっとこう別の角度から新たな発見とかがねあるんじゃないかと思うので、そうね、これあれだよね、イベントこのあれだね、講座は、そう、時代屋カフェのフェイスブックの、あのページからもね、これから告知をね、はい、うん、してい、いきたいと思ってるんだけど、そこから申し込みは、はい、そこからでいいかな、ぜひしてください。じゃあ時代屋カフェのフェイスブックページに、はい、あの告知をしますので、そちらの方にね、あのメッセージ欲しいですね、じゃ、はい、お願いします、お願いします、はい。で、あとね、あ、でもあれだね、青木さん、時間が来ちゃった。まだいくつか聞きたかったんだけど、今日5分遅れだったからね、まさかのね本当に、あ、そうなの。じゃあもうちょっと聞いていいですか。はい、そう、本当ね、これからね、みゆきさんね、いろいろね、精力的に活動されてるんですけど、今後どんな展開をしていきたいとかっていう、そういう思いとかって何かありますか。展開ですか。うん、こうなったらいいなっていう一番大きな野望はね、何それは世界進出ですよね全然具体的になってないけどどんな形でとかっていうのはねそうないけど、お任せでね。そうそうそう、まだね、でもやっぱりあのチーム88っていう、あの宗志郎さんがねやっているあのこうコミュニティは、お世界にこうやっぱりみんな出ていく人たちが、ね、そうだね、たくさんいるので、何らかの形では出ていくんじゃないかなと。で、まあ、言うなればこれも世界に発信してるわけですしね。そうだね、こういう思いはどんどん届けてね。そうそうそう、すごいね、世界に向けて。そう、まあでも一番は、みんなが、周りにいる皆さんが笑顔になって、それで、まあ豊かさをこう分かち合って、こうみんなが笑ってるっていう、そういうこう社会というか、そうだよね、できたらいいなっていう思います。やっぱそれもやっぱみゆきさんいつも言うけど、意識の使い方でもあるよね、一人一人がやっぱ幸せを感じられるような、そうそう、そういう意識で過ごすっていうことが、やっぱすごい大事になってくるよね、そこもね。そうで、あとはやっぱり自分が、そう、私が、ゆかりちゃんが、それぞれがこう笑って輝けば、周りが輝くので。そうだよね、そこはもう連鎖してくからね。そう、だから今日もこうやって歌えてキャッキャ言いながら話してるけどきっと多分これを見てくれてる人がちょっと笑顔になって、そうだね、そうしたらその人の周りがまたその笑ってるのを見てちょっと笑顔になってみたいな、そういうこう連鎖がねできればいいなっていうふうに思います。本当だね、それはいいよね、幸せだね。あとね、最後にもう一つ、あ、最後、みゆきさんがね、人生で一番大切にしてることって何ですか。すごい、なんか最後に深い質問が来ましたね。これ結構ね、ここに来てくださるね、ゲストの方にはね、聞いてるんですよ、みんなに。あ、そうなんだ、なるほど、締めの質問で。なるほど締めの質問で、はい、あの私が常に、今思っていることは、はい、本当の自分を生きるってことですね。本当の自分ってじゃあどんな自分だって言われると、魂の自分ですね。はい。じゃあ魂の自分を生きるにはどうしたらいいんだっていうと、まあ好きなことをする。好きなことをする。で、嫌なことはしない。はい。正直に。そう、自分に正直に、ね、素直に。怒りたいときは怒って、そうね、悲しいときは悲しんで、笑いたいときは笑う、全部 OK でね。そうそうそう、その時出てきた感情がね、オール OK っていうことでね、だから多分ね、子供みたいなとか、
そういう風に表現するとありのままのって感じね。そうそう、ありのままの、うん、そうするとすごく分かりやすいのかもしれないですけど、うん、まあ、じゃあ若者は言えばいいのかっていうとそうでもない、うん、そうだよね。そうそうそう、そう、そこはまたちょっと違って、うん、そうよね、うん、でもやっぱりね、本当の自分とか素直に、うん、自分の気持ちに素直に生きるっていうのがやっぱり魂が輝くんですよね、うん、そう、そうだと思う。そうなのでやっぱり私の人生の、うん、なんだっけ、大事にしてることは本当の自分を、うんうん、魂の自分を生きる。はい、素敵最近私もこれキーワードで来てます。本当の本当の本当はどうしたいのっていう、うんうんうん、やっぱそこをね自分でちゃんと見つめて、うんうん、本当はどうしたいんだっけってその都度ね自分に聞いてね、そうやっていけばちょっとずつ自分が分かって見えてくるかなって思って、そうそう、自分に本当にそうなのって問いかけるっていうね、うん、そうそう、大切だよね、うん、はい、今日はありがとうございました。はい、こんな感じで、ね、いいのかな。ちょうど5時。おお。ね。あっという間。はい、うん、そろそろお時間になってしまったので締めてよろしいでしょうか。はい。はい。それでは今日はフリーアナウンサーの増田美由紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では続き。続き。頑張ってください。わかりました。今チーズって言ったらね、取りますか。はい。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう、みゆきさん。こっちこそありがとうございました。